はいいよいよ11月も中旬に入っていますがいかがでしょうか今もう本当に私はですねこの動画は日本で撮っているのですが皆さんがこの動画を見る時にはエジプトにおりますのでエジプトから皆さんに本当にこの,この新しい地球のさらにダウンロードされている 宇宙エネルギーで、まあ、宇宙エネルギーの中でもいろんな惑星がある中でえ今日はですねすっごくオリオンのエネルギーに強く反応していますので皆さんにはねオリオンのエネルギーをエジプトからこの動画を通して送りながらえ皆さんにメッセージをお伝えしていきたいと思いますのでこれよりいろいろこの、ねまあ、年末の冬至に向けて何が起こっているかというお話のようですので最後までご覧いただいたら嬉しいです。はい、ではいでどうぞ 穴口恵子のハッピピースピリルライフにようこそなんかまだ私の声が100戻ってない感じなんですがそれでもですねもう本当に私の、えっと、体調はすっごいすこぶるよくてエジプトの準備が整ったなって思っていますしこの動画を皆さんがご覧いただく時には私はエジプトのギザギザのピラミッドがあるところスフィンクスがあるところからですねエネルギーを送りながらこの動画をご覧いただけたらなと思っていますので。 ぜひ最後までご覧くださいね。はい、そしてですね、今日はやはりどうしてもどうしてもって来ているえね、たくさん光の評議会と私交流しているんですけど、皆さんははい、えー、シリウスと聞いたらどんなイメージが湧いてきますか。はい。ね、シリウスはね本当にこの地球上においてはすごい大きな役割を果たしてくれているのをご存知でしょうか。2つあってシリウスの、えー、ね。 えー、惑星そのものもシシ、ね、私たちの男性性不正のエネルギーを担当してくれて私たちの DNA に影響を与えているということですねですから女性であっても男性であってもその男性エネルギーの中ですごく喜びとともに、えー、行動を起こすとか、えーねえー、計画を立てていくときにですね何、えーえー、か何かか どちらかというとねロジックもあるけれども喜びの中で計画を立てるその振動数をシリウスからは受け取っているんですねでもちろんこのシリウスというのはですね2つ目のもっと大事な役割かなって私は思うのは魂が転生する前にですねな,なんとシリウスに私たちは全員の魂が地球にこう生まれてくる魂は立ち寄ってるんです知ってました でシリウスに立ち寄った時に何が起きているかというとですねその源からの無条件の愛ですね源のエネルギーがどんなものであるかということを忘れることなくその魂にちゃんと固定してくれるねチューニングしてね注入してくれてそして太陽系の太陽を抜けて肉体に宿るんですけど。 その時ですね、シリウスのね、こう男性、女性のパートナーで特にその役割を大きく担っているのがシリウスに存在しているはいマーピープルえマーピープルなんかマー族っていう風に思うかもしれないですけれどもえはい人魚なんですよね人魚のそのシリウスに存在している人魚の男女のカップルが担当しているのはそのシリウスからですねその地球に生まれる 魂が完全なる無条件の愛で満たされているんだよっていうねことをね彼らのハートの中心に私たちの魂が宿るというかこうこう置いてくれてね本当にそのシリウスの,その魂にがの持つその人魚とね人魚の男女のカップルがですね歌ってくれるんですよね無条件の愛の歌を。 でそれが最もその近い音がレムリアに残されているんですけれどもその最も近いのはね「目覚めよう無条件の愛に」っていう意味で実際に私もね「地球天国プロジェクト」や「光の柱」のプロジェクトで皆さんにもお伝えしているんですがこの音で皆さんがこの魂の振動数の中で「目覚めよう」 で「無条件の愛に」って言霊が含まれているんですけれども、えー、以前歌ったことあるかなぜひねこの「音霊」をね皆さん自身が自分のなんか瞑想の時に始める時にですね歌うとその魂に宿っている源からのその無条件の愛に満たされた皆さん自身の、ね、振動数がねまあ呼び覚まされていきますのでちょっと歌ってみたいと思いますが一緒によかったらどうぞ。 エアラエ、エアラエ、エアラエ、エアラエ。これをね、何度も繰り返してほしいんですけど、少なくともですね。サンクール。このエアライエの四回歌ったのを繰り返してくださいね。もっと時間があるときは、六回、九回とかね、え。ー そういうい感じで、ねえー、歌って魂に、えー、一番こう響く音源でいいあのこう音程でいいので音階は自由ですね皆さんそれぞれがねあの一番心地の良い、えー、魂のバイブレーションと、えー、振動が合う音でこの「ア洗い」を歌ってみてください。でなぜ今これを言っているかというとですね魂は本当に長い間、えー、地球ではこう究極の分離を 体験してきて転生してててきき転生たんですがいいよいよねもうその究極の分離をえ統合して源の振動数の中で蛇を送る、えー、体験を増やしていくためにもですねもう魂はこの源の無条件の愛そのものでありそしてそこから唯一無二のあなたのこの魂の計画に沿ってこの無条件の愛の中でえ 達成していいけるととうことですよねもっと簡単に言えばあなたの真の望みが、えー、開かれていくそしてそれが、まあ、自覚できるタイミングがやってきているんですっていうことをすごく言ってくれて「シリウスの光」の最高評議会のメンバーの中でねあの私はすごく仲良くしているセドナにもあやっぱりこの源からカテドラルロックのところに実際に降りているシリウスの ね光の都市があってその中でもえっとワンネスの光の神殿があるんですがその、えー、そこに存在しているはいあのあれなんですね大天使ヘルメスですね、えー、H のエルメスのねスペルと同じあの、えー、エルメスというブランドと同じ、えー、ねブランドの名前なんです大天使ヘルメスって言った所有エルメスって呼んでなくて H も発音して ヘルメスって呼んでるんですが今日はそのシリウスの天使の中でもですねリーダーシップをとってこのセドナからですね私はあのアセンションチャネラーの認定構想をやっているんですけどそこでもねすごく活躍してくれているんですけどこの「ワンネスの光の神殿」で今起きていることそしてそれは皆さんの冬至に向けていよいよですねあのあそこからも源からも要は送られている振動数周波数についてお届けします。 親愛なる地球の光のマスターとなりワンネスの文明というものを担ってそしてまたそれを開こうとして一歩踏み出そうとしている魂の友達に私たちは今日この大切な当時に向かってのメッセージをお届けしますいよいよあなた方は魂の振動数の中に含まれているワンネスの光の灯火聖なる 光そのものもににいよいいよよアクセスする準備が整っっていく段階に入っていますこの「ワンネスの光の灯」これはワンネスのね光の炎とも呼ばれているんですが「ワンネスフレーム」と呼ばれているんですが英語ではその「ワンネスの光のその炎」はあなた方がいよいよ自らの体験をさらに一つとなるものとしての視点からあなたが 活動を開始でできるるようになるのですあなたがそのそのワンネスのその光の炎そのものを完全にアクティベートしていくような段階へと導かれていることに気づいてください。その兆しというのはあなた自身がいてもたってもいられないほど人とのつながりをさらに深めようとする時にあなたの持っているその才能を誰かのために ひいては、えー、グループやコミュニティのために貢献したいという,、えー、こう内側から湧き上がって、えー、行動を、えー、本当にしたくなっていくような、えー、こう思いに駆られるというかまあ簡単に言うとああななた方のの中にある志が目覚めていいくというタイミングなのです、えー、そしてあなた方のその志は今までは、えー、文明を築いていく、えー、時代をね、えー、開いていく。 それと非常に似通ったエネルギーなのであなたは何か一つこの地球上で志を持たなければならないというふうな意識にも、えー、こう駆り立てられるように感じるかもしれませんがこのタイミングではいよいよ地球規模ではなくて宇宙規模においてのワンネスへの貢献という認識をどうか持ってください。それはあなた自身が もともとこの地球に転生する前にあらゆる惑星に転生をする中で地球をこよなく見守り愛し地球にあなたが最大限の無条件の愛そのものを届けそしてやがて地球においての分離を 体験する人々が多い中あなたは目覚め続け無条件の愛の状態でワンネスから分離していく存在たちを救いそしてワンネス回帰をできるような活動をあなたはやろうとして地球上にやってきたそのような人々がこの YouTube を見ているわけですがあなたは今そのように全ての宇宙体験宇宙での転生も含めた上で あなたがの魂の無条件の愛が目覚めすべての多次元的な才能というものを開いていくからこそ地球でそれを試すタイミングが来ているのですだからこそ突拍子もなくあ、私はこれなんだって思うときにはぜひいやいやこんなこと私はやったことがないしで止めるのではなく一旦あなたが体験としてそれをやりそしてそこでのあなたの限りない可能性を見出すことでしょう どうかこれより先あなたはワンネス体験をこの地球上であらゆる多次元の宇宙の天性、えー、の体験を地球レベルに落とし込んで現実創造をしていくタイミングがやってきているということに気付いてください。そしてそれは冬至が鍵であり2024年の春分に向けても、えー、いよいよそれが加速していくということを知っておいてください。というわけで今日も シリーズの大天使ヘルメスからすごくねあのまあ応援応援がやってきていると最終的に思っておいていただけたらいいかなと思います。というわけでですね皆さん十二月二十三日は何をしていますか。ぜひこの日午後から開けておいてください。ちょうど当時が終わった後に宇宙レベルのフェスですね振動数のフェスをえ開催しようと思っていますので。 現場は、えーね、ライブ、まあ、オンラインでもしようと思っていますがまずは、えー、集まってほしいところは渋谷です、はい、1時ぐらいからスタートしようかなと思っているんですが、えー、宇宙と共に、えー、共同創造している仲間が私の仲間が集まってきてくれますあの人間の肉体を持った宇宙レベルの仲間と一緒にやろうと思っていますので12月23日は開けておいてくださいねというわけで 穴口恵子のハッピースピリアルライフでしたご視聴いただきありがとうございますそしてまだ登録されてない方はご登録お願いしますではまた最高の一日を